清水園、足軽長屋駅を流れる柴田川柴田川は、新潟県柴田市、北貫原郡西楼町及び、新潟市北区を流れる河川である。梶川中流の江口、上内岳、下内岳地域付近により分流し、泉の山王を通って、大関で二流に分かれ、本流は柴田市街を流れ、中曽根方面へ流れる。さらに一部は猿橋から西楼。 木崎地区を通り阿賀野川につながっている。市街地内を流れる都市河川の性質を持つことに加え、石川僧の庭園内を流れることから、柴田市中心市街地活性化基本計画において、水の道として位置づけられている。市街地には、川の上に1951年に建てられた、公設鮮魚市場と呼ばれる建物があり、2021年まで商店が営業していた江戸時代に、 柴田藩主となった溝の口秀勝が柴田城追記にあたり城の構築と城下町の形成と防御のため新しく改作して作られた。江戸時代から明治大正時代にかけて生活用水、雑用水等として庶民にとって大切な働きをしてきた。今もなお江戸時代当時の川筋がほとんど変わらずに残っている。新方東港へ流れる柴田川放水路。 ありがとうございます。